Thank you.
Thank you.
Everything you got。 もう一回言ってもらっていいかな。まあいつも勢いで言ってるからさ。勢い。あの雰囲気だけで言ってるから。来てくれてありがとうっていう気持ちで言っております。はい。ありがとう。いいですね。どうぞ。今日のキャラクターは何？今日は何風？ロドリゲス腰の。なんかどっからかスパニッシュな。ちょっと笑ってんの。いい大丈夫。いいなと思う。あれなんだ。今日はロドリゲスとヨータ、うん、ロドリゲスとヨータでいいの。すごいなんかコンビ名みたいな。もうそのうちロドリゲスヨータになりそうだね。そのなると。それぐらい仲良くなりたい。なりたい。まだなってない。梅田に。こんなに結構付き合い長いでしょ。10年以上経ってるけど。まだ。今日来てるみんなでモンキーのアテンドでみんなで梅田に行きましょう。すごいしつこい。イエーイ。イエーイ。シャツ着てるみんなで梅田に寿司食いに行こうよ。イエーイ。いや、怖えなのかな。行きたい。ロドリゲスとか。バスツアー。バスツアーでさ、もうね、広げて車で、ね、移動するときも喋り続けるから。バスガイドさんってさ。やります。うん、また面白いのはね。そうかね。そうでもないいや、ただ失礼だけど梅田に行こう。ポンってポンじゃないよ、肩をポンって。次の曲は梅田に関係あるの。いや、違う。それは次の曲は小林翔太が歌います。はい、どうもどうですか。スパイスプレイボーイ好きありがとうございます。
して次は藤沢が生んだ天才ギター少年、元天才ギター少年、元かい、元です、元、今はただのおじさんです。ロドリゲス腰のこと、腰の龍だ。ロドリゲスと一緒に作った曲があります。それを今年こそは、ね、もうレコーディングしようと、10周年のね、去年10周年だったんで、それでもう絶対録音しようって言ってたけど、もう10周年になろうとしてる、もう10周年になってるでしょ、もうだから今年こそは撮って、来年は、今年撮って来年リリース、来年みんなで梅田に、リリースツアーで、リリースツアーみんなで行こうよ、寿司行こう、もうシングルで、B 面のシングル目で連れてってよ、出来上がってるよ。でももう今ですね、すごいね、昔の関西人みたい、ロドリゲスさん、ちょっと見た目がなんじゃねん。昔の関西人、昔の関西人はやっぱりその後ろちょっと見たくこうね、このダンコシノです、ダックテールしてる感じ、いや、ドンコシノっていうとこもあるんだよ、ドンコシノのおかげのメガネでね、シャネルだもん、シャネルですか、シャネルです、シャネルです、もう俺全部いじくってくるんで、そんなデュータスに書いてくる、そんな曲を、夜に車あって。
デブルーで知れんま知るよしもないくらい春にデブルーで知れんま寄り添っていたいのさハーモニーデブルーで知れんま知るよしもないくらい春にルーズドラマ寄り添って歌いたいんだハーモニー割り返る
Thank you.
DJ ラッキースパイス。